はいどうもこんにちは、こんばんは、ユーニーです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様ご無沙汰しております。ということで約1ヶ月ぶりぐらいのね動画更新となりました。この1ヶ月間ですね、本当にいろんなお仕事ですとかプロジェクトに参加させていただいたりとか、あとはですね皆さんご存知の全国旅行支援とかが始まったことによって腸がつくぐらいですね忙しい日々を過ごさせていただいて、本当に家帰ったらご飯食べて寝るみたいな生活をねずっと続けていたので、動画がねなかなか素材は溜まってるんですけど更新できてないっていう現状があって申し訳なかったんですけれども、まあ、完全にではないですけれども落ち着いてきたので動画の更新の方を続けていきたいと思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。で今ですね申し上げた通り1ヶ月間ですね、いろんな仕事をさせてもらって本当に飛び回っていたんですけれども、僕がやっている旅行の仕事ですね、旅行のプロとして今回ですね旅の便利グッズ、僕が実際に使っているおすすめの商品というものをですね今回紹介させていただければと思っております。どれもですね気軽に手に入る商品ですし、これさえあればコンパクトかつ身軽にですね旅行ができますし、綺麗にまとめることができますので、おすすめ旅グッズとしてですねこれから全国旅行支援とかも始まって旅行行かれる方もいらっしゃるでしょうし、いろんなね出張とかもある方も多いと思いますので参考にしてみていただければと思います。それでは早速見てみましょう。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。今回ね紹介する商品としては合計8つ紹介していきたいと思っております。もちろんね過去に紹介したものはありますし、リンクがあるものは全部概要欄の方に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは早速1つ目紹介していきたいと思います。1つ目はこちらですね。はい、折りたたみ傘になります。こちらね持ってると書いているんですけれども、いつもという折りたたみ傘ですね。でこれ中を開けるとこんな感じで折りたたみ傘が入っているんですけれども、ケース付きのね折りたたみ傘ということで、やっぱりですね移動する時に水滴がね落ちたりすると非常にね不便ですし、バッグの中にね折りたたみ傘っていつも入れておきたいので、こういうケース付きなものがあると出張の時とかね非常に役立ちますので、これねぜひ使ったことないよっていう方はねこれめちゃくちゃおすすめなので使ってみてください。こんな感じでね自立もできますのでめちゃくちゃね便利です。ということでね折りたたみ傘、これね結構重要なアイテムなのでぜひ皆さん買ってみてください。では2つ目ですね。2つ目に関してはねパソコンとかの作業をもし出張先とかねそういったところでする方はあった方がいいなっていうものですね。それがこちらですね。はい、これもね僕の動画でよく出てるんですけれども、100均に売られている PC の放熱スタンドというねものですね。こうやってね分離できて置いて使うものなんですけれども、いろんなね見たものの中で一番安くて一番汎用性が高くて一番コンパクトな PC スタンドってこれ以外ね見たことないなって思ってますっていうぐらいね1個あればね忍ばすときは本当に便利なので、僕もパソコン作業するときとか、あとズーム会議とかねそういうオンライン会議とかするときにこれは1個あったときにかなり便利だったんで、ぜひね皆さんこれ100円なのでおすすめの商品です。それでは3つ目の商品です。3つ目はですねこちらですね。はい、無印のポーチなんですけれども、ポーチというよりかですねこの中に入っているいわゆるこんな感じのですねケーブル類ですよね。でケーブルを一つ一つ僕はこんな感じでカラバットっていうところのケーブルコードっていうのを僕はつけていますね。普段ね旅行中に持っていくのはねもう一つこういうのをね持っていってるんですけども、この2つで僕は充電関係とかね全てを賄うっていう形でいつもしてます。でこちらはねいつも例えば持ち運ぶリュックサックに入れたりとかしているポーチで、こっちが例えばスーツケースとかねに入れるポーチとして使っているんですが、いわゆるホテルでね使うものは全部こっちに入れてしまって、緊急用とかねよく使うものとかをこっちに入れているっていうイメージですね。でやっぱりケーブル類ですとか、あとはこういうね CIO のコンパクトな強力な充電器を入れていたりですとか、あとはねこんな感じで無印良品で売られている拡張型のコンセントですね。これがあればですね例えばコンセントがね1個2個しかないところでもこれで3つに増やすことができるので、やっぱこういうものね充電器関係として必需品なのでいつもね旅行行く時には持ち歩いているっていう感じですね。でまあ中身はこんな感じですね。あとちょっと長い USB-C ケーブルがあったりですとか、あとはねこっちもこんな感じでハブとか短めのケーブルですね。こんな感じの短めのケーブルとか、あとはアップルウォッチユーザーには欠かせないこれが充電器ですね。アップルウォッチの充電器とかね、そういったもの、細々としたものをこっちに入れて、ホテルでしかね、履けないようにしているっていう感じですね。まあ、この2つあれば、本当にね、何でも充電できちゃうし、いざという時に役立つということなので、結構自分の中で第一軍として使っているっていうポーチです。ということで、3つ目はね、充電関係のポーチですね。それでは4つ目です。4つ目はね、
ポーチ、同じポーチなんですけれども、これがね、緊急用というか、普段使っているケア商品のさらにコンパクトにしたものということで、練り香水とかね、あとは目薬とか、あとはこういうね、これも無印のいわゆる巾着ですね。巾着を入れてます。これもね、ゴミが出た時とか、やっぱりホテルじゃない時ね、新幹線とかやっぱり捨てる時に困る時に、この巾着にゴミを入れて、どこかね、ゴミ箱にあった時に中身全部捨てるみたいな感じで使ってますね。結構ケア商品のポーチとしても有能なので、これも持ち歩いています。では続きまして、5つ目です。5つ目は、じゃあこれはめっちゃ使ってる方多いんじゃないですかね。無印のこちら、吊るせるポーチですね。これはですね、もう本当旅行のグッズとしては定番のものですよね。もうこれ僕ずっと使ってますし、やっぱりね、この本当に吊るせるっていう、このフックがあるという機能が非常に嬉しいですね。で、この中に僕はコンタクトとか、あとは化粧水とか、あとはニベアとかね、保湿クリームみたいなものをこっちに入れていて、ここにね、普段使っているワックスとかね、ヘアオイルとか、で、ここに常備薬とかね、そういったものを入れて、常にこれ1個でね、すべて洗面用品とかは賄えるようにしています。これね、やっぱりあると、これをね、洗面台とかに吊るしておくだけでいいですし、あとは飛行機とかに乗った時に、あくまでも海外旅行に限りますけれども、コンタクトを外したりとかね、顔を洗いたいっていう時に、これ一つ持っておけば飛行機でも吊るせるところがあるので、そこに吊るして使えるっていうことでね、今後海外旅行復活したらね、こういったものも必要になってくるかなと思いますので、旅行に行かれる方はね、この吊るせるポーチぜひね、持っておくとかなり便利なのでおすすめです。それでは6つ目ですね。6つ目の商品はこちらですね。はい、こちらも無印良品の商品で、こういう風にね、コンパクトに畳める衣装ケース。これ僕が持ってるのは M サイズになるんですけれども、こんな感じでね、二重になっててメッシュ部分と、もう一つね、例えば着替えたものとかを入れられるところとして二重になっているものになります。で、普段ね、僕こういった形でトラベラブというですね、圧縮袋っていうのを使ってるんですけれども、やっぱりビジネスシーンでスーツとか、あとはワイシャツとかね、入れるときはシワになったりしちゃいけないので、こういうのに入れておくとですね、綺麗に実はスポット入るので、基本的にはね、こっちの方最近愛用しているっていうところです。ただね、これも非常に便利なので、私服の時とかね、こういうものでもいいかなと思うんですけども、やっぱビジネスになるとこっちのね、無印良品の衣装ケースっていうのを使っているっていうところですね。これも非常に便利です。ということでね、6つ目はこちらの衣装ケースの紹介でした。では7つ目ですね。7つ目に関してはこちらですね。はい、これは衣装関係ですね。衣装関係になるんですけれども、これで、ね、ウルトラライトダウンのベストの分と、これは逆ですね。これはね、ポケッタブルコートってやつですね。コンパクトになる上着とか、暖かくなる服っていうイメージですね。やっぱり最近寒くなってきましたし、ただね、店の中に行ったら暑いとか、温度管理ってのは結構大変だったので、この2つがあるとですね、もうこれだけでもう上着とね、中のいわゆるインナーというか、ベストっていうのが完了しちゃうので、やっぱりユニクロのこの2つの商品っていうのはね、僕的には旅行で必需品だなって思ってます。で、これはね、若干撥水性もあるので、雨がっぱにもなりますし、まあ、こっちはこっちでですね、ベストなので、気軽にね、着脱ができるっていうことで非常に便利ですね。まあ、これからの時期もっと寒くなるので、ウルトラライトダウンとかね、そういったものをこっちで持っていくようなのがなるかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりこれはね、非常にあってよかったなっていうところで、いつも持ち歩いています。では最後8個目です。8個目もこちらですね。こちらはですね、コンパクトになるトートバッグですね。これもですね、過去僕紹介したことあるんですけれども、モンベルの商品なんですが、めちゃくちゃ便利です。というのが、普段ね、仕事のバッグとは別に持ち歩くってなかなかね、荷物が増えるんでしないんですけれども、会議とかで想定してなかった資料が増えるとかってありませんか？僕ね、よくあるんですけれども、自分の荷物だけで帰りたいのに、いろいろね、資料を渡されて、そのバッグにも入らなくて、どうやって持って帰ろうっていう時とかに、こういうものがあると便利ですし、あとね、お土産とか買って荷物が増えたなっていう時もあると便利です。このね、 M サイズで十分容量がありますので、広げてみるとね、めちゃくちゃね、でかいんですよね。あのコンパクトさでこの容量で、しかも作りもね、結構しっかりしていて、撥水性もね、全然あるので、雨の日でも使えるっていうところで、めちゃくちゃね、愛用しています。やっぱりこういうサブバッグ
バッグみたいなものが1個あると便利なので、ぜひね、皆さん旅行行くときにこういうものをね、急遽なんか会議とかでよく紙配られる業種の方とかはぜひね、持っておくと便利かなと思います。本当ね、 DX ということなんで、できる限りねデータで送ってほしいんですけど、やっぱりね紙文化ってまだ残ってますのでね、こんな感じでバッグがあると便利かなっていうところです。まあ、以上8つを紹介させてもらいましたが、基本的にはね、無印良品とかユニクロとかで買える商品ばかりなので、本当に旅行に必要なものを綺麗にまとめるには、無印良品とユニクロで必要なものを全部買っちゃうと、旅行のプロでも愛用しているものが非常に多いので、おすすめをねいたします。はい、ということでですね、今回僕が旅のプロとしてですね、いつも愛用している旅グッズの紹介をさせていただきました。本当にね、あると便利なものばかりですし、基本的によくね、いろんな旅好きの方が使われているグッズだと思います。基本的に今回僕が紹介した8つの商品で、ほぼほぼの必要な装備っていうのは揃うので、結構ねやってみるとコンパクトに収まると思います。で、コンパクトにね収まるっていうことは、やっぱり身軽にね動けるっていう旅行のメリットにもなりますし、まあ、自分がね何を持っていたかとか、何が必要かっていう、いわゆるね、ついつい余計に買っちゃうみたいなこともなくなるので、常にねコンパクトに綺麗にまとめておくことっていうのは、ね、やっぱり重要かなと思いますので、ぜひね皆さん買って試してみてください。で、実はですね、大きな一つ発表がありまして、何かというと、さっきねちらっと商品の中で海外のお話をさせてもらったんですが、ついにですよ、僕はねもう 2,3 年ぶりぐらいになるんですけれども、海外に行くことになりました。仕事でちょっとね海外に行くんですが、場所はですね東南アジアに行かせていただきます。で、国はねちょっとまだお伝えできないんですが、いよいよですね海外に行けるんだということで、そのねパッキングとか必要なものとかも旅のプロとしてね紹介できればと思っております。で、もしね可能であれば、仕事中はちょっと撮れないかもしれないんですけれども、まあ、海外のですねその国の動画っていうのもですね、まあ、Vlog になるのか、そういったものもお送りできればなと思っておりますので、皆さんご報告と動画楽しみにお待ちいただければと思います。というわけで、最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。僕の動画ではこういった旅の情報ですとか、生活を少し豊かにする情報を発信しておりますので、もし気に入っていただけた方はチャンネル登録、そしてこの動画が良かったよという方は高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。